らも一緒にどうだ。今二人でいるのは目立ちます。それに私は明日のために少し準備がありますから。準備？何のだ？大したことじゃありません。そっか、それじゃ明日だな。ええ、それではまた。なんとか堂島組に見つからないように気をつけてください。分かってる。Hamburger Fast Food Dinner. Can I go to my real estate? Let's go quickly there and then we'll go to the park. Yeah, how about that? Oh. ねえねえ、ところきやめてください。おお、お金、おお、さっきので全額。 Don't have time to help you, buddy. Oh, haven't been even here during the day, haven't I? ランクアップだ。フォートレス。クラップ。ロープレス。いい店になったな。アンドレス、ナイス。Take some time. Jarin jarin, kasegu ze. Okay, could it be?
But yeah, the advanced trap is gonna help in the long run. Yeah, okay, drugstore. There we go. On my way. I feel like getting some healing items, you know? いらっしゃいませ。ありがとうございました。Should do it. I'm ready even for the Mr. Shakedown.Let's continue the main quest still. And probably long talking. A long talk indeed. Dance for you. Yeah, I got a lot of money. Should probably invest into myself.Something for what 50k that I can get. Nope, I don't think so. I guess with llamas. Oh, the guy. Yo, Anta. Forgot? この間酒をおごってくれたろ。それであんたに立花不動産の人間が出入りする場所を教えてやった。ああ。確か第三公園であったな。そうそう。思い出してくれたか。でもこんなとこで何してる。家がなくなってな。あんたらと同じだ。なんだ。それじゃ、お仲間ってわけだ。ああ。それで、今夜一晩、どこかに寝られる場所はねえか。凍え死ななけりゃ、何でもいい。いいよ。そんなら俺のねぐらに寝させてやるよ。ただ、襲ったりすんな。俺はそっちの毛はねえんだ。チッ、バカ言ってんじゃねえ。俺のねぐらはすぐそこ。あのブルーシートのやつだ。好きに使ってくれ。そうだな。一泊10万でどうだ。はあ？なんてな。冗談だよ。
気が向いたらまた酒をおごってくれ。すまねえな。ありがとう。いいってことよ。目障りなんだよ。てめえらどっか行け。なんだ。おい、あんた起きろ。奴らだ。堂島組。堂島、何言ってる。こいつらホームレス狩りだ。おい、そこにも二人いるぜ。へい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 。あれ、そっちのやつなんかホームレスっぽくないじゃん。別にいいんじゃね。ここにいんだから同罪だよ。同罪。逃げんなよ。やめろ。何命令してんの。やめてくださいだろ。なんだこいつ。ああ、やってくれたよ。これ、大怪我だよな。一車両、一車両。どうしようもねえガキどもだな。そうでーす。僕らガキの未成年でーす。人殺しても罪になりません。罪にならなきゃ罰は受けねえとでも思ってんのか。世の中そんなに甘かんねえぞ。生きがいいね。俺らとやる気かよ。おい、こいつ俺のこと殴ったんだぞ。ぶっ殺せ。ダメ、そろそろ本気でやっちゃう。いっぺん人が死ぬとこ見てみたかったしさ。オッケー。You should talk big buddy, you're going down first. Not even worth using my heat action on you.You are trash. What the fuck? Suck in the hell! やめろよ、お前。こんなことしてタダで済むと思ってんのかよ。何がどうタダで済まねんだ。分かったよ。悪かった。だからもう許してくれって。それで謝ってるつもりか。それに謝る相手を間違っている。なあ、これ君んだろ。さっきこれでおじさんの頭殴ろうとしたろ。ってことはやっぱり君んだよな。やめろ、やめろよバカ野郎。もうみんな寝てるんだ。
声が大きいよ。ありがとうよ。あんたが一緒にいてくれたおかげで命拾いしたよ。あのガキどもちょくちょく俺らの仲間を襲ってたんだ。多分もう二度と来ないだろうけどさ。そうか。そういやまだあんたの名前聞いてなかったな。俺は桐生だ。桐生さん。そうか。やっぱりね。確か町で堂島組の連中が探してるやつがそんな名前だったな。安心してくれ。ここにはもうあんたを売るような人間はいない。俺たちは貸し借りにうるさいんだ。そうか。よう、桐生さん。客が来てるぞ。あんたを探してる。客？堂島組か。いや、立花不動産の人間って言ってる。一応あんたのことは知らねえって言っといたけど。そうか、すまない。そいつは今どこにいる？公園の出口に車止めてる。気になるなら行ってみな。Seems like more cutscenes. Oh, there's. There we go. Nanase Otoha. Showing a lot of skin. Good job, Nanase.Alright, is that it? More cars? I don't think so. Yeah, it's Oda. Yo, Kiryu-kun. Oh, what the hell is this? Hey, okay, some gambling over here.That. Oh, they play a lot of cards. Yo, Kiryu-kun. Oda, anta ga mukae no ningen ka? Ma ne.昨夜はゆっくり寝られたか？寒かったろう。いや、いい宿が見つかったんでな。それより立花は？社長は今あるところでお前を待っている。あるところ？どこだ？実はお前もよく知ってる場所だけど、ま、行ってみてのお楽しみだ。もう準備できてるなら車に乗ってくれ。いいか？ああ、頼む。よし、それじゃあ早速出発だ。Let's get rolling then. Let's roll, bro.今んとこつけられたりはしてねえようだな。公園に野宿までして隠れてたんだ。少しぐらいゆっくりさせてもらうさ。それで、今から行くのは
新しい隠れ家ってことか。いや、そういうわけじゃない。堂島組がカムロ町中に目光らせている限り、あんたはどこに隠れたっていずれは見つかっちまう。だから社長は堂島組の動きを抑えるために手を打ってるとこだ。どういうことだ。今社長がいるのはお前もよく知ってる場所だ。俺たちもそこに向かってる。だからどこなんだ。言わなくてもお前にはそろそろわかる。ここはまさか。やっとわかったか。東城会本部。何のまねだ。おだ社長は今東城会のトップにあんたのこと掛け合ってる。堂島組の動きを押さえつけるにはそのさらに上の極道になしつけるしかないってさ。待て、東城会は立花不動産を潰そうとしてるんじゃなかったのか。立花もあんたも俺も全員殺されるぞ。何考えてんだ。社長もそのくらい分かってるよ。それでも交渉ってのはいつだってやりようがある。先に降りてくれ。社長のいる場所に案内されるはずだ。いくらなんでも無茶だ。社長は賞賛があってここにいるわけだが、危ねえ橋渡ってんのも承知の上だ。ビジネスにはリスクがつきものでね。けどあんたもうちの社員なら社長を信じろ。今度から何かするときはもっと早く教えろ。That face. しっかり頼むぜ、キリュウ君。Why don't you give me the eye? Don't give me the eye. キリュウさん。ああ、ご存知でしょうが、東城会二代目代行新原さんです。東日本における極道社会の最高権力者。お前がキリュウか。なるほど。その目つき、風間の若い頃を思い出すな。適当に育っていいぞ。いえ、俺はここで。まあいい、そんじゃ始めるか。先ほどもお話ししましたが、私の望みはうちと東城会さんのカムロ町での共存です。うちはあの町にどんな人間が来ても受け入れる。それを許しているからこそカムロ町は発展してきた。ただ東城会の大門を恐れん連中だけは別だ。あんたんとこの商売はそのルールからはみ出している。私は東城会の恐ろしさを分かっているつもりです。今日伺ったのはそれを形にしてお見せしたかったからです。何か手土産があるということか。ええ、その上で一つ
二代目大公にお願いしたいことがあります。言ってみろ。堂島組に桐生さんから手を引くよう東条会本家から働きかけてください。新原さんがご存知かどうか、堂島組は桐生さんを消そうとしています。堂島もバカじゃない。そいつにも消されるだけの理由があるんだろう。堂島組が桐生さんを狙っているのは私を捕まえるためです。私は空の一壺を手に入れるのに必要な情報を持っています。空の一壺か。なるほど。堂島はあの土地をよその人間に取られるわけにはいかねえだろうからな。だけど当然その上がりは本家にも入る。俺にあんたを助けてやる理由はない。話は変わりますが、堂島組は東条会で稼ぎ頭だとか。本家の中にさえ堂島組の力に対抗できるだけの人間はいないそうですね。あなたも含めて。堂島は本家に莫大な上がりを収めている。できた子分ではあるな。そして東条会の跡目に今一番近い人間です。そう遠くない将来、堂島宗平が東条会の三代目になる可能性は高い。それがどうした。このまま堂島組が殻の一壺を手にすれば、さらに莫大な金と力を得ます。東条会に絶対的な独裁者が現れることになるでしょう。そうなった人間は目上の者にも敬意を払わなくなるものです。つまりあなたは会長代行まで上り詰めながら、その老後は劇的に惨めなものになる。何？立花。新原さん、堂島に殻の一壺を手に入れさせてはいけません。一幹部が本家をしのぐ力を持てば、東条会は何もかもが大きく変わってしまう。堂島の開発計画は上がりのでかいしのぎだ。東条会本家にも奴から相応の金が納められる。ただそれだけだ。何も変わりゃしねえ。そんな目先の話にとらわれてるようではトップは務まりませんよ。大公。でねえ、口の聞き方を知らねえようだな。お持ちした手土産が届いたようです。入れてやれ。桐生さんの命の代金としてお納めください。5億。これは前金です。堂島組の動きが止まりましたらさらに5億、加えて今後神室町でのうちの上がりの3割を東条会本家に納めさせていただきます。たかが極道崩れの男の命に10億とはな。どこまでの価値があるのか。その程度の金なら
いくらでも作れますが、本当の友人を作るとなるとそうはいきません。差し迫った事情を言えば、私が殻の一粒を手に入れるにはどうしても桐生さんの力が必要です。随分高く買われているな。どうでしょう、新原さん。あなたには今、私たちの首を堂島組に引き渡すという選択肢も。